はい、アジア選手権始まりましたね。こんばんは。こんばんは。始まりました。僕負けたかのような、ちょっと椅子がなくて。勝ってます。ウークンリンプロに。聞きました。あの動画残ってるんで見てください。すごいいい内容で、最後はめちゃくちゃしびれたパスだったんで。あ、そうなんだ。はい、え、何対何になったんですか。8対6かな。7-4でリードしてて、すごい取り切りでウクリが追い上げてきて、最後7-6でいい展開な、いい展開というか面白い展開になって。でもヒルヒルで行かなくて よかったです。そう、もうこれ話し始めたら多分2人で2時間ぐらい経っちゃうから、もうちょっと軽く終わらしとくけど。私、はい、勝ちました。おお、一瞬見たんだよ。ごめん、一瞬でごめんね、違った。なんか冷たいなと思ったけど。あ、一応ね、やってるなと思って。その時は、20秒ぐらい動画撮って。3人ぐらいだったかな。3人ぐらい。あの、8番外してた。それ動画撮っちゃった。7番も外してた。あの最初の8番外してた。あ、じゃあもういっぱい外してたんで。まあでも穴ちっちゃいからね。いや、すごいちっちゃい。なんかちっちゃいと思ったら、どんどんちっちゃいと思って、なんかもう、入れられないじゃんってなって。コーナーはさ、まだわかるじゃん。あれぐらいあるなっていう。サイドやばくないですか。サイドはやばい。2つボール入れてさ、入んないのなくない？だって、あ、スクラッチすると思って、逆に手玉スクラッチすると思ったら、手玉スクラッチしない。逆にありがとうだけど。確かに確かに、その辺がね、かなり難しいし、テレビテーブルめちゃくちゃタンクションピコンピコンで、あのウークンリンプロでもテレビテーブルだったんですか。そう。あ、いいな。でも、もう手玉がだいぶ難しかった。え、ねえ、ずっとこれで行くの？はい、僕平口プロより上にちょっと立てないすみません。ね、おかしくないですか、メイトが。それやばくない？だから。いや、思ったんだけど。はい、え、そうですか。ちょっと乾きかけになっちゃった。ありがとうございます。はい、まあ、多分。聞いて、聞いてほしい。3対0で勝ってたんだけど、はいはい、7席で、3対4になっちゃって。うん、え、一回追い切られたんだ。そうなの。え、どこの国の人ですか？インドネシアの方で、一回前にアメリカで4席のやつを負け、あの、負けちゃってて。うんうん、あ、そうなんだ。すごい、あ、じゃあちょっと強い選手だったね。あ、すごいね。シュート力もあるし、セーフティーもうまい。パラクッションもうまい。でも3対0だったんだけど、4対3になっちゃって。うん、タイムアウトは7セット取れるから、眠いの。あ、大丈夫。ねえ、話し続け、ね、終わんないからさ。試合終わって、足つぼ行ってきたんで。足つぼ気持ちかったですか。そらしてごめんね。7セットでタイムアウトの、もう絶対7セットでタイムアウトの8でしょ。あ、88、女子プロ7セットだ。そうなんです、7先だから。で、タイムアウトでトイレ行ってから、連続で取って、7対4で。すごいね。もう4セットにした。うん、そこからはじゃあいい感じに。気合い。気合いだね。調子はどうですか。うん、僕に聞いてもらっていいですか。いいですか。いいです。じゃなきゃウクーリプロに勝てないです。いや、ワンラック練習なくて。あった。ない。あ、じゃあ関係ないんだね。ない、あの全部ない。どこでもないんだね。うん、そんでいきなり、昨日もそんなにつけなかったから、どうかなと思ったけど、すごい出しよくて。このままやってください。でも、ね、私、土方プロがいいかどうかって分かるんです。それはこの間のライブでもね。あ、そうそう。そうそう。だから、今いいんだから分かってます。手がいいから。手がいいね。この形ね。こうじゃなくてこうね。極端な話ね。こうじゃなくて、こうだから。そう。もうこれはもう今視聴者の人は見て判断してもらう。これも話し始めるとまだ長いからね。長い。ちょっと今日はね、これぐらいにしておきましょうか。明日は2回戦、勝者最終だよね、はい、女子プロも男子プロも。そうです。で、通過したらシングル、決勝シングル、もう負けられない。明日も結局1試合ですね。そうだね。はい。はい。ということで、またこの後も頑張っていきましょう。はい、まあ、ちょっとこの後動画ね、撮れるタイミングがあるか分かんないんですけど。うん、2人で頑張って。そう、テンション下がっちゃったらね、取れないからね。今2人とも1回戦勝ったから。時間もあるしね。そう、たまたまロビーであって取る予定でもなかったけど、タイミング良すぎ。今だって1時ぐらいだもんね。12時過ぎた。足つぶいて帰ろう。大丈夫？これずっともう今足すごい気持ちが大丈夫です。おかしくない？本当に。え、ありがとう。
とうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ明日からまた頑張りましょう。はい、バイバイ。はい、ということでアジア選手権終わったんですけど、今日は今ここ稲穂ビリヤードさんでの撮影です。ちょっとあの後お互いに時間合わなくて、はい、結果の撮影ができなくてちょっと時間が経っちゃった。そうです、ちょっと経っちゃいましたね。1年ぐらい経っちゃって、違った、間違った、平口の顔も変わっちゃって、年も変わっちゃってすごい間違えた、すごい。いやでも別に、僕別にあれです。もう一回やるか。違和感ないんで。いいですか、うん、1ヶ月ぐらい、あ、カットしてもらっていいですか。大丈夫です、カットしないんで。1ヶ月ぐらい、そうですね、うん、あとその後スケジュールもちょっと合わずにね、まあ、少しそのアジア選手権のことを振り返っていきたいと思うんですけど、決勝トーナメントに入って、まあ、平口プロが何か覚えてますか。あれ最終的にでいいと思います。もう誰に負けましたっけ。あの試合は2回とも韓国の女の子に負けました。決勝トーナメントに行ってます。同じ人、決勝トーナメント16。そうだよね、あ、じゃあベスト16で、あ、そうだ、予選で負けた韓国のプレイヤーに、うん、もう一回負けちゃったんだ。16で負けちゃった。あ、それはね、そう、絶対勝つと思ったんだよな、なんとなく。なんか予選で勝ってる、負けてるから、逆に大丈夫だろうなと思って、余裕を持って、全然試合見てなかったんですけど、あ、結果負けちゃったんだなと思って。いや、僕も試合あったね。そういう意味じゃなくて。全然見てもらわなくて、恥ずかしいんで全然いいんですけど、まあね、あの試合、毎回ね、まあその、勉強に、うん、なったなとか、うんうん、あ、これやっぱりなっていうか、うん、あるんですけど、この間の台湾の反省は最後になんか何席か8席で、うん、あと2個のところだったんだけど、うん、8番まで行ったんだけど8番飛ばしちゃったんですよ。ああ、そうなんだ。でその8番がまあ言葉で説明するのは難しいけど、ちょっとだけ説明してもらっていいですか。ちょっと難しい。じゃあ OK です。ちょっと難しい8番はいだったんだけど、あ、こうやって外すんですね、やっぱり私は、うん、でもうやっぱりもう一回同じことを、まあ、勉強になったっていう。そうで、それに関してどうしてそうなってしまったかっていう分析をした結果、うん、答えが見つかったから。おっと、これは皆さん気になるところですよ。うん、そう、だからそれをね、それをこの間1ヶ月経ってるからさ、うん、1ヶ月後の私今、はい、うん、それをもうちょ、それをゲットしたから、うん、それを今使って やってみてる。それはプラスに働いてる感じですか。すごいいい感じ。やっぱそういうの大事だよね。結果ね、そこをポジティブに考えていかないと、ミスしたことが結果的にはマイナスだけど、うん、ただ自分の中では、うん、その ビリヤードの技術としてはプラスになっている可能性がめちゃくちゃあると思う。あるから、ココイチの入れ位置とか、うん、その緊張してみんなが見てる状態でのストロークって絶対緊張して私は変わっちゃうタイプなんで、うん、まあ、それに当てはまるものをゲットした、うん、1個入れることに対して、うんうん、でもそのやっぱそれできるからって勝てるようになるわけじゃないから、まあね、でもただ大事な場面でミスする確率はそれで減るかもしれないし、うん、別のところで、ね、ところでゲーム、勉強しないといけない部分もたくさんあるんだけど、うん、入れることに関しては、うん、ちょっとあの試合でゲットしたかなと。いいですね、ミスからちゃんと学んで、うん、っていう感じで、じゃあベスト16か、うん、ここも決勝と、僕は決勝トーナメント行って、一発目で台湾の選手、ちょっと、まあ、20代のかな、30ちょっと前ぐらいの選手なんですけど、に負けて、もう 3-0 まで、なんか、ちょっと展開悪くて、ノーチャンスとノーイン、裏マス、マス割り、で、次もブレッケラリスラッチみたいな感じで、そこからもうね、あっちも良くて、で、そこから、追いつくこともできずに、まあ、最後ね7対4ぐらいで意識かけられて、あ、8対4かな、チャンスあったけどちょっと気持ちがもう展開に泣いちゃって追いつかずに負けちゃいましたね。で32で負けて、でもその子強くてその後優勝したんですよ。え、そう、まあ僕は海外とかでも見てる子なんですけど、誰だ今ねこの話をしててね、ちょっと名前がパッと飛んでるんですよ。名前なんだっけな今ね。え、ゆき、私が思ってた人じゃない人かもしれない。いや、どうか、でもその後、
フィリピンのアナラスに勝って、で決勝戦もヨハンチャーに勝って、だいぶ強いところに勝って優勝して、すごい入れた、本当に入れてた。入れてて展開悪かったからもう泣いちゃったんですよ。で、8-4 ぐらいから行かなきゃいけないところ、まあ、やっぱ交互だったんで、やっぱ交互って気持ちの整え方、最後に切らさずにってやっぱ難しいなっていう。男子も9ボールでしたか？男子も9ボール。そうで、まあ最後そこで、まあ食らいつけずに終わってしまって、うん、まあ、反省もありながら、うん、っていう感じですね。まあ、だからまあそういうところでも気持ち切らさないようにやらなきゃいけないなっていう、調子はかなり良くて、まあしょうがないですね。良かったですよね。やっぱウーニーにも勝ってた。そうそうそう、見てた。調子良かったけど、もうその展開はしょうがないよなっていう、なんか、いや 4-0 までいっちゃったんだよ、それで。でもそっからあっちが良くて、こっちも持ちこたえたけど、もう最終的に切れちゃったって感じ。予選で、予選で リードされてませんでした？ウクニに？ウクニに来ると、ああ、いやでもね、そんなにリードって言っても前半だけだけどね。3とか。あ、そうそうそう、いや、3対1とか4対2とかそれぐらいだったかな、ちょっと覚えてないけども。うん、でもなんか話したもんね、そのなんか状態、雰囲気が良さそうだったっていう。めちゃめちゃ良かった、これだったし。それね、それなんかね、あの時も言ってたよね。言ってたね、最近ちょっといろいろ研究してる、これ手の使い方ね、じゃんけんじゃなくてね、グリップね。もうそれね、みんな悩んじゃうんで、もう大丈夫ですよ。グリップの形ね。なんで悩んじゃうの？だって何がどうなってんのって。土方プロのはできない、できない。ちょっとフィリピンっぽい、土方プロの真似できない、できない。いや、土方プロも本当にね、私もやろうと思っても難しかった。いや、もうできるよ。嘘。多分くっついてるから。じゃあなんかね、こうじゃないんですよ。こうなの。こうね。だから指が長いからなのかな。技術的な話になって。はい、はい、ということでアジア選手権は終わってしまったんですけど、うん、まあ、そんな感じで、うん、まあ、あとはね、今後の試合についてもちょっと話したいと思ってて、はい、まずは直近の試合、平口プロ何がありますか？オーストリアで世界選手権、はい、世界テンボール選手権があります。大事。一緒じゃないですか。はい、僕はオーストリアです。いやでも世界選手権8ボールなんです。え、知らなかった。ダンスでいいとな。テンボール。テンボールでしょ、女子プロは。そうなんですよ。だから今、絶賛8ボール練習中です。あ、まあそこで、そうなんだ、日本からは僕、多いプロがちょっと、今なんか、うん、問題があって出れるのか出ないのか、マッチルームさんと WPA と、うん、まあ、どうなのかっていうところで、まだちょっとちゃんと確認はしてないけど、まあ僕、1人になるのか、2人になるのか。で、平口プロは、川原プロも代表で、2人ですね。まあ、あとはあの谷美奈選手。お、え、そうなの？あ、ジュニアだよね。あ、ジュニア。あ、そうそう、ジュニアだったらね、谷美奈選手と、あと小田健人くんと出る？出ます。あとね、金沢くん、あの今年優勝した、はい、3人も出れるんですか？そうだ、男子ジュニア2人って珍しいけど、うん、女子大体ね、いつも1人1人なんだけど、うん、小田くんは成績が認められて、あとアジア選手権のジュニアで優勝したじゃないかなと。あ、そうだ。そうそうそう。だからもうそういうのもあって、あの、出れるっていう感じで。あ、まあでも、ジュニアも、はい、男子の分も女子の分も、頑張りたいね。じゃあ結構日本人選手、いるね。いますね。うん。よかったです。ワイワイと、オーストリアで頑張りましょう。はい。はい。行ってきます。行ってきましょう。まあ今多分これアップしてるのはもうその最中なんですけど。あ、そう。はい。結果がもしかしたら出てるかもしれないし、まだ微妙なところですけど。行ってますって感じか。はい。で、帰ってきて全日本選手権かな。はい。他は海外はないですか？10月、11月ぐらいは。は、今のところないさそうかな。ないですからね。お互い、福利コープも出れないですからね。日本の試合。僕はプロツアーがあって、全日本選手権。じゃあ、オーストリア世界選手権からの全日本選手権。どっちかが両方取れるようにね。両方とも大きい試合なんで。頑張っていきましょう。はい。はい、まあ、速報の方はまた集まれビリヤードチャンネル、集まれってなんかフルネームで言うとずっと消したところからしたでも初めて2年ぐらい経ってますけど大丈夫です。厚切りっていつも言ってるのになんでフルネームに行ったんだろうなと思って、うん、確かに
集まれビリヤードチャンネル星ビリヤードチャンネルでコミュニティなのでそこをもう書いていきますのでまたねライブもやりましょう。はい、はい、じゃあ応援よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。では世界チャンピオンになって帰ってきましょう。ありがとうございました。